椅子張りという言葉に聞きなじみのある方はあまりいないでしょう。通常は木工職人が作った椅子のフレームにクッション用のバネや詰め物をするなどして柔らかいクッションの椅子に仕上げることを言います。一貫工場とあと椅子張りだけの職人っていうのがいますんで、そこの違いで、まあ、規模によって変わってくるんですけども、だいたい椅子張りは今おっしゃったように木枠を木工場の方から作ってもらって自分のところに持ってきて作ったりするところは多いですね。昔ながらの手作りの技法で作られた50年前の椅子、その修復・張り替えをする小池譲さん、東京都椅子張り技能士会会長を務め、数々のマイスターに認定されている椅子張りの世界では指折りの職人です。壊れた椅子を全部解体して作られた当時の姿に完全再生させようというのです。できる限り作られた当時と同じ材料を使って再生するのが小池さんの流儀です。これはね、新潟の、神社なんかにやるありますよね。あれ専門にこのなんていうの、それだけのためにだから身がつかない、それを内緒で少し分けてつってもらってきた。中に詰めるものはまず芝、中に空洞がいっぱいあるんでね、これをこうしっかりと詰めてやらないと。そして綿です。これがとりあえず下張り。小池さんのように中身からしっかりした椅子を作れる職人は今では少なくなりました。だから今の若い人たちはこういう仕事知らないから、ただ我々はこういう仕事を子供の時に18からでも2年半ぐらいの間で全部これを覚えたんですよ、私は。そんな小池さんが仕事をする上でのこだわり、心情とは。もうね、手抜きとかそんなにしたくないの、やはりね、一番大事なのはね、お客さんを騙さない心。中堅の方たちはまだ未熟ですから、多少出来が悪くてもね、お客さんは表皮がきれいになっていればみんな喜ぶんですよ。みんないい笑顔なんですよ。で、我々が見た時になんだっていうような仕事をしている人たちが大体中堅だと思うんですよ。それが上に行くには本当に中身から全部いいものを作って作れる人、そういうとこまで行かないとなかなか上まで上がれないね。はい、わかりました。なかなかこうやって全て、天然のものっていうんですか、今ある発泡剤とかウレタンとかああいうの使わずに天然のものを使用して作ったっていうことですから、もう黙って50年は持ちますよね。